ちょうど今から約18年前ぐらいですかね。ちょうど私は東京の八王子というところに住んでいたんですけど、その八王子の明神町というところで、あるアパートに住んでました。その5階501号室、私はそこで3回ほど金縛りにあったんです。その1回目の話をしたいと思います。よく世間で金縛りにあったとか、テレビなどで金縛りにあったと言います。金縛りというのは、疲れが極度に達した時に体が動くなくなる現象です。僕は今までそういう体験がないんで、こんなのなるわけないなと思ってたんですけど、そこで初めてなったんです。ちょうど真夜中の1時頃です。体が全く動かなくなったわけです。私はびっくりしました。あ、これが金縛りかと。そしてしばらくすると、体は全然動かないんですけど、目だけは動くんです。目は見えるんですね。そして501、そのベランダから70、80過ぎのお年寄りですね。お年寄りが包丁を持って入ってくるわけです。501角部屋、まずそんなとこから入ってくることはまず不可能です。そしてゆっくりゆっくり近づいてくるんです。僕はすごく怖くて、逃げたくて体を動かします。でも動かない、全く動かないんです。目だけは動くんですけど、体がどんだけ動かしても動かない。私はもう殺されると覚悟しました。そして僕の後ろにその老人はやってきます。そして僕の耳元で囁きます。俺に魂を渡せ、俺に魂を渡せと何回も言うんです。本当に怖かったです。あの時は本当に怖くて、もう今思い出すだけでも怖いんですけど、あの体験本当怖かったですね。そしてしばらくして体が動くなったと同時に、その老人は消えるわけです。なんとも不思議ですね。本当に怖かったです。続きはまた深夜お会いしましょう。第2弾お送りします。